現役車夫ユニット東京力車さんの新歌謡ポップス、握手をしよう世界の国からこんにちはが7月19日に発売されます。南春夫さん、東京力車さん、ヒャダインさん、三部作完結編でございます。定築レコードの大先輩南春夫さんの楽曲に挑戦する三部作のラストを飾る極めつきは、誰もが知る国民的大ヒット曲、世界の国からこんにちはの登場です。世界の国からこんにちはは、1970年大阪で行われた万国博覧会のテーマソングとして、様々な歌手が歌う共作の中で、各世代から群を抜いた支持を得て南春夫さんの代表曲の一つとなりました。その世界の国からこんにちはを取り入れて、ヒャダインさんが新たな作品を生み出しました。南春夫さん生誕100年となる2023年7月19日に、国民的歌手南春夫さんのように日本を明るく笑顔を届けるべく、東京力車さんはこの新曲を発売します。さらに今回コーラスには、定築レコードの先輩川中美幸さんもご参加されました。二組のアーティストがかつて日本中を歌声で明るく照らし続けてきた定築の大先輩南春夫さんの思いを受け継ぎます。握手をしよう世界の国からこんにちはは、特別限定版、通常版 A、通常版 B の3形態で発売されます。お値段はそれぞれ税込み1400円でございます。それぞれの形態紹介してまいります。特別限定版はシングル CD プラス M カード1枚封入、絵柄10種プラスシークレット1種のランダム封入でございます。 M カードは握手をしよう世界の国からこんにちはのミュージックビデオとスペシャル映像をご覧になれます。収録曲でございます。1、握手をしよう世界の国からこんにちは。2、握手をしよう世界の国からこんにちはオリジナルカラオケ、全2曲を収録してお値段1400円でございます。通常版 A の収録曲でございます。1、握手をしよう世界の国からこんにちは。2、笑顔満開。3、握手をしよう世界の国からこんにちはオリジナルカラオケ。4、笑顔満開オリジナルカラオケ、全4曲を収録してお値段1400円でございます。通常版 B の収録曲でございます。1、握手をしよう世界の国からこんにちは。2、青春。3、握手をしよう世界の国からこんにちはオリジナルカラオケ。4、青春オリジナルカラオケ、全4曲を収録してお値段1400円でございます。鈴木楽器チャンネルをご覧の皆様こんにちは、東京力車です。さあ、ということで東京力車、はい、19日、はい、新曲、はい、握手をしよう世界の国からこんにちはがリリースされます。はい、今日は鈴木楽器店さんにて、はい、予約会キャンペーンということで体操服でしたけれども、そうなんですよね。どうでしょうか、カズ君は一番似合ってるんじゃないですか。少年時代を思い出しました。ああ、そうですね、はい、しっかりとね、この格好で特典会させていただきましたが、はい、改めて今回の楽曲についてバッシーから説明お願いします。はい、今回の楽曲はですね、テーマが平和ということでね、今この世の中に流れる悲しいニュースや
まあ暗いことも多々ありますけども、これからの明るい日本、そして世界中に笑顔があふれるように、そして少しでも明るい未来が訪れるようにと、そして子供たちの未来が明るいものであってほしいと、そんな強い願いが込められた一曲となっています。ぜひ、一人でも多くの方に届けられるように僕たち東京リスト頑張りますので、新曲握手をしよう、世界の国からこんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1年ぶりにまたここに、はい、入ってくることができて本当に嬉しかったですし、はい、また東京リスト、ここでたくさんの活動ができるように頑張っていきたいと思いますので、はい、引き続き仲間の皆様よろしくお願いいたします。お願いします。以上、東京リストでした。イエーイ。